スネアドラムを叩く一スネアドラムは打楽器の一つ。両面太鼓の一種であり、膜名楽器に分類される。小太鼓、サイドドラムとも呼ばれる。スネアドラムの特徴であるスナッピーこのモデルは、スネアベッドといった加工がされている名称は、英語で、スネアと称する細いコイル状の金属線が主に、底面の膜に接するように貼られ、これが振動する膜に、 複次的な打撃を与えて独特の音響を発揮することに由来する。金属線は底面の膜以外にも打面の膜に取り付けられることもある。日本ではこの金属線をスナッピー、響き線とも呼ぶ。日本語で小太鼓と呼ぶが上記の通りスナッピーを備えた太鼓を示す言葉であり、一般的に小さい太鼓を示す言葉ではない。必須ではないが、 機械的に金属線と膜との接触を解除する機構がついている場合があり、トムトムとして使うことができる。また、スネアドラムを使っていない時の他の楽器からの振動によって不要な音を出さないこともできる。古来、西洋の軍楽隊などで伝統的に用いられ、後にはオーケストラ、ブラスバンド、吹奏楽といった編成の楽団にも加えられる。 ドラムセットの重要な構成楽器でもある。画面は他の太鼓同様、本来は動物の皮であったが、今日では主にプラスチックフィルムが使われる。他の両面太鼓と違い、裏側に画面と比べて極めて薄い鼓膜を用いることが特徴で、響き線の効果を高めるよう工夫されている。画面のプラスチックフィルムは、表面が滑らかでツルツルなクリアヘッドと、 ザラつきを持たせるために表面を加工したコーティングヘッドがある。ジャズなどでワイヤーブラシを用いて吸って演奏する場合、このコーティングヘッドでないと修道音が出せない。ブラスバンド、吹奏楽、マーチングなどでも花形楽器の一つであり、マーチングの場合、今日ではキャリングホルダーを用いるのが一般的。テンポを整える中心的存在なので、 パレードなどでの渋滞では、中央、ドリルなどにおける応対では、列の後方で演奏することが多い。ルーディメンツと呼ばれる基礎奏法が存在する。マーチング、ドラム工で現在も発展してきている。スティックの握り方に2種類が存在する。右手はスティックに対して上から持つ通常の握り方だが、左手は親指と人差し指で挟み込むように持つ。 左右非対称の持ち方。トラディショナル、グリップとも呼ぶ。古来スネアドラムは、軍隊の行進などに用いられていたが、この時、奏者のベルトの右側に吊るすように装着していたため、演奏中に画面が右側へ傾斜する。このため、左右対称の持ち方だと演奏しづらいため、左側を蒸気のように持つレギュラーグリップが定着した。現在では後述する。 マッチドグリップを利用する奏者が大半だが、クラシックやジャズドラマーを中心に、この奏法を好む奏者も多い。レギュラーグリップが左右非対称であるのに対し、両手ともにスティックに対して上から持つ握り方。立奏用スタンドやドラムコーでのベルトなどの機材の発達により、画面を水平にして演奏することが可能となってきたため、現在ではこの奏法が主流となっている。 特にクラシックにおいては、スネアドラム以外の楽器は、基本的にマッチドクリップであるため、他の楽器を演奏する際に有利である。一回の手の動きで一つの打ち打てを出す。すべての基本となる奏法。一回の手の動きで二つの打ち打てを出す。一打目は一つ打ちと同様に打面を叩き、その反動で跳ね返ってくるスティックを握るような感覚で指をうまく利用し二打目を得る。 感覚器のような持続音を得るための奏法。下記の方法がある。シングルストロークの内打との直前に反対側のスティックで装飾的な小さな音を鳴らす。奏法としては左右のスティックの高さを非対称にし同時に落とし演奏する。上記の奏法を組み合わせた基礎奏法がルーディメンツとして体系づけられている。音楽的な表現手法として重要であり、 また基礎練習の題材としても広く用いられている。タムタムやバスドラムと比較して、スネアドラムはシェルに用いる材質が多彩で、これら材質の違いによって音色の差が存在する。各メーカーごとに独自の合金を用いる場合もあるが、ここでは金属を含めた材質の一例を列挙する。パールセンシートーンクラシック2ブラス145インチ。 パールセンシートーンクラシック2ブラス14、5インチ。通常のヘッド部分をスティックで叩く音以外にも、いくつかのスネアドラム特有の宇宙とを発生させることができる。キャリングホルダーと呼ばれる器具を用いて、奏者の体に装着し、歩きながら演奏する。スネアドラムは、通常一人ではなく、数人で同じフレーズを同時に演奏する。この際、様々なトリック。 ギミックを演奏に取り入れる場合がある。屋外で演奏するため通常より音を遠くまで聞かせる必要があり、また複数人数で演奏する際に音を可能な限り揃える目的もあって、通常のスネアドラムより度を深く高いピッチにチューニングできるように強化されたマーチングスネアを用いる。一般的なマーチングは複数人数で演奏されるが、マーチングスネアは ルーディメンツや様々なギミックプレイを組み込むことによる、小的な部分も多く、ソロとしての演奏も盛んである。DCI、パス主催のソロコンテストが毎年行われている。練習時やソロ演奏では、マーチングスネアは、一般的なスネアドラムのようにスタンドに取り付けて演奏することがある。伝統的なドラム校のスタイルでは、キャリングホルダーを使わずに、 ベルトで体に取り付ける場合もある。幼児用など若年者用のマーチングスネアは軽量にするために一般的なスネアドラムの胴を長くしキャリングホルダーに対応したものもある。演目や行事によっては一般的なスネアドラムをキャリングホルダーやベルトに取り付け歩きながら演奏することもある。そもそもスネアドラム奏者が一人で様々な音が出せるように楽器が増えていき、 現在のドラムセットになったと言えるため、ドラムセットにおけるスネアドラムの役割も非常に大きい。いわゆるロックドラムでは2拍4拍目のバックビートを強調するために必ずと言っていいほど、スネアドラムが用いられている。SD やスネア、サイドドラムなど、他、ありがとうございます。